ハレルヤ。今日の御言葉はマタイの福音書11章の28から30何節まで、30節までですから共に読みましょう。マタイの福音書11章の28から30節までです。短いでしょ、また有名な文句でもあります。28節からどうぞ。疲れた者、重荷を負う者、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。アメ。一言お祈りします。生きておられる万軍の主なる神様、主は生きておられますから、私たちのうめき祈り、またすべての願いを聞いておられますから、主よ、どうか私たちの信仰がさらにアップになるように、今日も一人一人のふさわしくないすべての罪を悔い改めて、また聖霊の力によって必ず御言葉悟っては行うように、行う信仰によってさらに信仰が厚くなることを今日も悟りますように、主の聖霊が助けてください。聞く耳を与えてくださり、聞いては悟るように、また行うように助けてください。主イエスの皆によってお祈りします。アーメン。教会を開拓して、最初大体こうチラシを配りますよね。チラシ配る時使う18番があります。その一つが、また横断幕をかけて、韓国ではそうするんです。教会をこう伝道する時、横断幕をかけるのが大体そういう、こういうの文句です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさいという。これは韓国の教会開拓したら大体使うんです。で、私ももともとカトリックだったので、この文句が好きだったんですよ。で、神学校入ってちょっとプレッシャーを感じた御言葉であります。なぜかというと、休ませてあげようと言って、イエス様、重荷を、疲れた者、重荷を負うのは誰でもいらっしゃい、それで休ませてあげようと言ったから、私は全てのイエスを信じたら、全ての重荷を下ろして、全ての疲れたものを取れて、イエスを信じれば気軽に楽勝に生きると思ったのに、聖書をもうちょっと読んでみた、聖書を勉強したら、あとまた疲れる文句が出てきます。それは何かというと、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさいと言うんです。イエス様の首輝きを負ってイエスに学びなさいと言うんです。この話をしたら、この文句を読んだら疲れがとっときます。なぜかというと、イエスを信じて気楽に生きようと、何も重荷もなくて、全部重荷すっかり下ろして気楽に行こうとしたら、主がもう一つの言葉を言うんです。イエスを信じれば重荷もなく、首輝きもなく、気軽に天国行けますよと言うかなと思ったら、休ませてあげますって言って、後ではイエスの首輝きを負ってイエスに学びなさいと言うから、本当学びたくもないし、何よりも首輝きを負いたくないんだよ。イエスを信じて首輝きを全部下ろして気軽に天国に行きたいのに、まあ神学校入って疲れるのに、それが主がイエスの首輝きを負ってイエスに学びなさいと言ったら、もう一つのまた首輝きを負わないといけないか、また学ばないといけないか、疲れたと思って、それでこの文句が、本当は私は、疲れたな、人生、人間が生まれてきたら何かの首輝きを負わないとあかんし、何か勉強せなあかんの、人生は、人間ってこんなもんかなと思って、生まれなかった方が良かったなと思いまして、でその時はまだ未熟で、聖書を悟ってない時でした。なぜかというと、ここでイエス様がご自分を紹介して、私は謙遜で柔和だからイエスの首輝きを負い、イエスに学びなさい、そうすれば安らぎを得られるというんです。結果は安らぎを得られます。ただし条件があります。それは何かというと、ちゃんと言って言ってよ。イエスの首輝きを負い、私の耳には2、3人しか来てないような声や。こうしたら今日ご飯8時まで食べれないから、早くして終わりましょう。じゃあ続いて言って、イエスの首輝きを負い、
イエスに学ぶべきだ。アメ。そうしたら人生安らぎを得られるんだって。さあ、なんでかというと、前回私が東京に来てあるところにちょっと泊まった時、東京ドームの近いところでした。東京ドームには以前何年前に3年ぐらいにジェットコースターが運営停止になったんですって。なぜかというと、100キロぐらいの太った人が、100キロぐらいの人がジェットコースターしてる、ご存知でしょ。私もあんなのも大嫌いよ。乗ったらもう心臓がドーンと落ちてピュッってなる感じで、もうあんなの 乗らないけど好きな人います。それ乗るとき100キロぐらいの男が乗って太ってるから、これ安全ベルトみたいにね、安全バーが閉まらなかったんだってよ。それで太ってるから安全バーが閉まらない状態で、隣友達に、いや閉まらない閉まらない、うちにこうスイッチ入れて走らす女性が、それを分から気がつかず、みんなみんなチェックするべきなのに気がつかず、走った瞬間 2,3 秒でその男落ちて死んだの。毎週月曜日港川公園、火曜日は名古屋白川公園で3時に集会しています。神戸と名古屋行き来したら、高速道路の高架のところに、後ろのにこういうふうに横断幕が貼ってますよ。安全ベルトは生命の命の帯だと、命のベルトだと言います。さあ、覚える意味で寝ないでよ、寝たら大変なこと起きるよ。じゃあ続いて言ってよ、シートベルトは命のベルトだ。あめ、皆さん今腰のベルトを下ろしたって何もないでしょ。本当はね、今あの私も運転しますけど、シートベルトめんどくさいです。しかしそれが命に関わるということで、国は事故、あの交通事故で死ぬことがないように、その死亡率を減らすために、今度後ろもあのシートベルトを着用するようにやってます。なぜかというとシートベルトは命に関わるんです。もし100キロを超えたその人が、今日自分がジェットコースター乗るとき、それ安全ベルトである命に関わる安全バーシートベルトを着用したならば、彼は死ななかったよ。しかしそれが自分の命に関わることを分からないで走る瞬間3秒で死んだよ。またこの話も聞きました。大阪の遊園地のどこかも、太った今度女性がシートベルト着用しないで、安全ベルト着用しないでジェットコースター走って、またそこも死んだから、その会社を潰れたと。亡くなった人も残念やけども、そのあと残されたあの会社も気の毒ですね。だからそのシートベルト着用したしなかったからといって、そのジェットコースターで死ぬと。で結果はそれをジェットコースター乗って死ぬつもりは誰人もいないよ。ただ勘違いしましたよ。そのシートベルト安全ベルトが命に関わっているということを気づいてなかった結果です。私は御言葉を悟ってない時は、人生疲れるのにまたイエス様を信じてもう一つのイエスの首輝きを追うというのはものすごくプレッシャーです。イエス信じて気楽に天国行きたいのに、また何か首輝きを追うって言ったら、まあプレッシャーよ。だから嫌やなと思ったらそうじゃないよ。さあ目を覚まして寝ないでよ。寝ないでと言ってもぐっすり寝てるから気づいてないよ。じゃあ続いて言ってよ。イエス様の首輝きは、イエス様の首輝きは命の首輝きであり、命のベルトである。アメ。だから考えを直すべき、考え。考えを直さないからイエス様も言ったでしょ。律法学者ファリサイアの人たちはイエス様のところに来て、イエス様の言葉尻を取るだけでそれを命として受け入れなかったよ。イエス様が働く前に洗礼者を授けながら、洗礼を授けながら悔い改め、イエスが来られた時悔い改めてイエスに出会って本当に救いに至るように案内してた洗礼者ヨハネが、悔い改めなさい、天の国が近づいた言ったんです。
しかし、洗礼者ヨハネがいくら叫んでも、イエス様が神の国を伝えても、彼らはそれを考え直して信じようとしなかったよ。しかし、娼婦、イエスのところに今来てるけど、娼婦や罪人の代名詞である徴税人たちは、今はイエス様のところに来てその罪を続けていっても、彼らは常に悔やるための心を持った結果、後では考えを直して先天国に入れるとイエス様は言ったんです。じゃあ続いて言ってよ。考えを変えて天国に入りましょう。考え変えないのものすごい危ないよ。私も牧師やけども、今も自分が夢の解釈間違ったり考えを間違ったりすると、早速ここのシム先生に電話して全部もうアドバイスをもらうんです。それで自分が間違った選択を考えをしたらすぐ直していったから今ここまで来れたんですよ。もし自分が考えた通りに来たならば、私もここまで来なかった。ハレルヤ。今ちょっと後ろだから寝てる人がいる。後ろ、後ろだから、後ろに座ってるから寝てる人がいるんだよ。あの人たち今日怖くないんだよ。考えを直さないと、考え。本当に安全場、シートベルトが命に関わる。だからイエス様の首輝きは命に関わるから、何とかイエスの首輝きに追ってイエスに従おうという考えを皆さん今日直すように、主イエスの皆によって祝福します。アメン。今和歌山も私行ってるけど、和歌山はね、教会が、韓国の系列の教会が、教会らしい教会があんまりないです。だからまた地の果てが入ろうというから、実は6年半前に私和歌山以下やって閉めたんですよ。会社で言ったら倒産してもう潰れたんで、だから二度と和歌山には、和歌山、韓国はね、過去の自分が傷つけられて、もううんざりする場所を向かって、そこに向かってしょんべんもしないと、おしっこもしないと、そこに向かっておしっこもしないっていう、これをことわざがあるんだよ。私も向こうに向かってトイレも行かないで行きたくないくらいに傷つけられて、牧師が一つの教会を閉めるというのはね、大きい会社が一つ潰れる時の苦しみ以上ですよ。最後和歌山閉める時、私が高速道路走る時、和歌山閉めて最後日曜日やって帰る時は、高速道路の壁に車でそのまま追突して自殺しようかと思うぐらいに苦しんだ。何度もハンドルを切って壁にぶつけて死んでしまうか、死んだら聖霊様、死ぬな死ぬな死ぬな、まあ確かにイエス様が死ね死ね言う方じゃないよね。死ぬな死ぬな言って、あんまりも苦しいから死んでしまおうかと思った時、主が「そんなに死にたかったら死ぬ目に遭ってみ」と言って、交通事故にあったんよ。交通事故にあって結局30万払ったんですけど、それでもう一回6年半目になって和歌山行けとこの前主から言われた時、本当は和歌山の信者の話を聞く前に、実は夢で何度も見せられて、これから和歌山行くんだと言ったんです。それで主に、今のこんな貧しい業界が、神戸港川公園集会、月曜日集会炊き出しやってるし、火曜日白川公園、名古屋白川やってるから、神戸和歌山行く余裕がないですからって言ったけど、本当はそこに向かってトイレもしたくないくらいの和歌山が嫌だったんですよ。すごい傷つけられたところにもう一回行きたくないと思って、その時主が私を懲らしめて、何が起きたかというと、皮膚病、イボです、イボ。皆さん、イボの病気ものすごく怖いよ。例えばこう、かゆいのよ。かゆい時は、イボの菌が広がるということです。だから、かゆいから触る瞬間、触ったらこの菌が飛ぶんです。こっち触ったら、またこの菌が飛ぶんです。一日で、ここからお腹まで菌が広がる。このイボというのはね、嗅いでも嗅いでも収まらないよ。たとえ蚊に噛まれたら、嗅いだらちょっと収まるでしょ、かゆみが。イボはかゆみが収まらん。ただかゆいだけ。で、一晩中寝れない。汁も出るし。で、洗って。で、夜中1時間ごと洗って、暑い時はもっと汗出るからかゆいから。予防のように、本当に
自分が正しいと思ったその中に不信仰が見つけられてね、本当にイエス様のくびき、くびきというのはイエス様の御言葉です。イエス様の命令、イエス様のくびき、イエス様の命令、聞こえてくる聖霊の言葉が命に関わる。これを分かってながら実践しないで、私和歌山行きたくないです。だからイエス様のくびき命令を切ろうとしたんよ。そしたら今度ここからイボが一瞬広がって、ヨブのように頭てっぴんから足の裏までかゆいです。なぜか頭はあんまりも神経使ってあるから白髪が全体的に増えるよ。だから私たまこう書くでしょ。今も白髪が増えるから白髪出るところにかゆい。足の裏までもかゆいんだ。なぜ？蚊に噛まれて。本当にヨブのように足の裏は蚊に噛まれてかゆいし、頭は白髪が増えるからかゆいし、それでイボは全体的に、それであんまりもかゆさで、それで泣きながら主に悔い改めて和歌山行きますと言って行ったんです。行ったら不思議に和歌山最初の開拓礼拝をしてみんなと終わって帰ろうと車乗る瞬間、なんかの重たいものが落ちそうな気がして、見たらイボがだいぶなくなったんです。で完全じゃない。だから日曜日ごと主日礼和歌山2部5時に、神戸11時終わって和歌山5時礼拝を終わって1回終わって帰る時、イボが少なくなって、イボが少なくなって 2,3 回したらイボがきれいになって、今きれいです。こうハレルヤ。結局イエス様がおっしゃる、聖霊様がおっしゃる御言葉は、私たちに祝福と命を与えようとする。命なのにそのくびきを理解できないから、ただ縛られると、イエス様が言うことは自分がついていけなかったらただ縛られると思って苦しいんです。それで和歌山行ったら、本当に私が入らないといけなかった理由は分かりましたよ。まずは正しい地の果て宣教協会を通して、主がイエス様の再臨の時、正しい信仰をさせて、信仰を作り上げて救われるその時代になっているから、地の果てを主が立てたんですよ。だから和歌山にもたくさんで、もうめちゃくちゃ、ほんまにこういう話を言いたくないけどね、和歌山のある教会の牧師はね、信者たちを話さないために氷返しをするんだよ。牧師が教会のお金で氷返しして、お金を貸して氷返しをして信者を縛るわけ。そうしたらこの信者たちはお金をたくさん借りてるから、よそのところに行けないんだよ。そういうめちゃくちゃする教会、いろんな教会があるんだよ。分かってもないのにうちの教会を妨害したり。だから主がそこの教会は占い師のように、聖霊が言ってない言葉をメッセージにするから、占い師と一緒だと言って、それであんたが入れと言って主から言われて、それでその命を伝える、イエス様の福音を伝えるために私は生かされる時、それがまるで私を苦しめる、傷をもう一回生かす、かゆうところもう一回苦しめるような、塩をまくような言葉のように聞こえて、私は最初は断ったんです。しかし神様言うこと聞かないから苦しめて、今度入ったらそこにはいろんな病気のある人、イエスを信じないで教会でクリスチャンでありながら信仰生活がもうめちゃくちゃです。それでその今は教会開拓して4ヶ月になってるんですけどね、4ヶ月なってる割には人数が多い方ですよ。その中で今何が起きてるか見、ね、お明かしします。うちの教会3ヶ月ぐらいして 4ヶ月ぐらいしたんですが、それで主が急に建物をくれたんです。広いところで安く入ってるよ。で安くは借りたのも奇跡ですけど、そこの家主が契約しに来たその日、喘息だから許可入ってよ、お金払うもらわないからタダで祈ってやりましょうと言って、契約しに来たその日に家主が聖霊を受けて異言を語りましたよ。ハレルヤ。それで教会来るようになりましたよ。教会は101なんだよ。そしたら隣の102のご夫婦が今教会来てます。102のご夫婦が今度301を伝道して301の奥さんが教会来てます。で隣の101の奥さんは精神病、うつ病、それであっちこっち病気で歩けないんです。
それが毎日教会に来て祈ったり礼拝をすると、あ、これが去っていって歩けるように、街中を歩けるようになったんです。それ自分が体験したから毎日のように祈りきます。で、そこの奥さんが救われ、癒されるのを見て、ご主人が301を伝道したら、301の奥さんはリンパ腺で喉頭がんです。で、穴開けてやってんのに、またバイク事故でもう一回当たって2回手術して、今こう塞いでます。だから喉頭がんでリンパ腺やから突っ張って痛くて体痛い。その奥さんが教会に来て礼拝をすると、あ、これが去っていって軽くなるし、また家に戻ったら仏壇があるから、そこで霊が働いてくるから、また苦しんでる。だから教会はとにかく来るんです。それでこの前日曜日、主の聖霊が彼女に手を置いて祈ってやりなさい、癌を癒してやるからと。それで祈ってやったんです。そしたら彼女が聖霊を受けて、また威厳でララララ祈り出したら、ちょっと祈ったら、今度上の2階の202に殿堂行くんです。ハレルヤ。家主が来て、101が今4階建てるものですけどね、教会の隣の102が夫婦、ご夫婦が来て、奥さんが癒されるのを見て、ご主人が301を伝道して、302を伝道して、302の奥さんがよく聖霊を受けて祈ったら、今度202に伝道行って、あとは202がどこに行くんでしょう。401が201、このころで行ったら、教会の建物半分は家主から始めて、半分は来ると信じてます。ハレルヤ。それだけじゃない。皆さん仏壇、皆さん仏壇祀ったら悪霊が働くよ。うちの教会の信者で、ご主人の両親、ご両親が亡くなって、それを祀る仏壇を持ってる。そしたらその仏壇から白い服を着た悪霊がうー出て、でそれが彼女の目に見えるんだって。そこで入る。自分にうー入るよ。そうしたら、中国の孔子みたいに、こんな悪霊初めてよ。人を座らさない悪霊よ。孔子みたいに。それで、まるまる1時間、1日以上歩けないよ。土曜日から歩けない。土曜日朝5時から歩けない。それで先生、どうすれば私は、泣きながら彼女も座れないから。こんな悪霊初めてですけど、どうすれば私こう座れるの、なんで私だけこんな苦しいのと言うから、私が祈っても悪霊は出ていかないよ。それで言ったよ、あなたの家の仏壇をなくすよ。なくしたら聖霊が働く。自分が信仰を見せないといけない。なんぼ牧師が祈ってやっても、自分が信仰、自分がやることをやらないとダメだからと言ったら、あんまりも苦しいからご主人に仏壇なくしてくれ、お願いだから言ったら、その時ちょうど弟さんが来て、仏壇を連れて行きました。持って行ってくれた。ハレルヤ。そしてそれでもなかなか座れない時、次の日日曜日だから、ずっと立ちっぱなしよ。その奥さんがご主人、それで私、あなたのご主人、イエス様信じるように伝道しなさい。今主が求めておられる、主が仏壇捨てなさい、ご主人伝道しなさい。これがすごいプレッシャーで、もう一つの首輝のように引っ張って自分の人生苦しめるように見えるけど、それがイエスの首輝は命に関わるんだということ。それでその彼女は、それで日曜日になって、日曜日4時に、礼拝が5時ですけど、4時に自分のご主人に、あなた教会行かない、礼拝行かないと言ったら、ご主人が、うん行こうと言ったら、その行こうという瞬間座ったんよ。ハレルヤ。たくさんの人が癒され、悪霊から解放され、病気から癒され、本当に最近、もちろん変わらない信者が、祈りなさい、10分の1を守りなさい、祈りなさい、教会に来て祈れとか、いろんな聖地を守りなさい、いろんなことを言った時、信者たちは今までよその教会に通ったら、なんとか頭数を増やすために牧師がそこまで言わないの。なんでうちのあて選挙協会の本牧師は性格も悪そうやし、なんで後世ああせ言ってついていくのにしんどいですという。でも自分たちがなんやかんや言ったら、また私が、だったら自分に合う牧師を求めなさい、私来ないと言うから、強くも言えないし、信者たちが。
だからまあ苦しい苦しい言うんだよ。でもちゃんと言って、イエス様の首輝きはイエス様の掟は命に関わる。アメ。あの人障害者ですかね、喋れない障害者なの、喋らない。皆さん大きい声で言いましょう。あの寝る人のために、恋愛の時、祈る時、 寝る人は神を敬う心がないです。皆さん祈ること、シム先生がここを聞いたら、シム先生寝る人前これボーンと叩くんだってよ。半分潰れた時コーペ持っていくわ。こんないいもの叩くから、皆さんが前の席は遠慮して後ろ座るけど、私はそこまでしない。ただし怖い話一つします。うちの教会に ホームレスの方がいるんですけど、あんまりいないけど、最近はみんな生活保護もらったりして、一人奉仕者の一人がホームレスの方。それで4年前に教会来て、それで奉仕を本格的に奉仕者としてスタートして始めたのが3年半になっています。彼がとにかく祈り中寝るのよ。どれだけ寝るかというと、唾を垂らせ、 精神ももう全部汚れるよ。服も半端じゃない。だから私、その寝方見たら、こう赤ちゃんの霊が入ってるかなと思うぐらい、赤ちゃんみたいにもう寝るんです。祈り中も寝る、礼拝中も寝る。まあとにかく寝なかったら損みたいに寝るんですよ。で、私が、誰々さん祈りなさいよ、神を軽んじたらダメだ、日曜日礼拝だということ分かったら土曜日早めに寝て来るべきじゃないかと言って、 それで何度も言うから言っても聞かないから、背中をある時バーンと叩くの。そしたら私より細い人です。それでもう飛ばされるの。そしたらこの人が怒られても自分も直さないんですよね。そしたらいつの間にか2年前から来いんですよ。私が「また寝るの？起きて」言ったら来いんです。何言ってるか分かります？ 仏け、うるさいのーって言うね。それを声を出さないの。だから起こしたら声を出さないのよ。ずっと言うから、私も去年からもう疲れてやめとこう言うの。もう人に疲れて、その人に。そのうちに彼は、こう私の前では怖いから黙っているけど、 私が見ないと言ったら、言うのよ。そういう顔型がもうすごいです。そしたら彼がそういうふうにつぶやくから、歯が3本落ちたんですよ。3本がなくなった。それだから私、あなたね、汚い、もっと卑劣なんだよ。声出して言わないで、そういうふうにしたらもっと汚いんだよ。ずるいんだよ。 だから歯3本折れたから気をつけなさいって、いやー、言ったら来いんで、いやー、うちの家がもともとこうなんでって、なんで家の家庭がそういう病気だったらたまたま3本取れるの。で、そういうふうに人が懲らしめられても悔い改めないのよ、この人は。それで私言って、さあ3本取れても悔い改めないのか、また3本取れたらいいのね、もう1回3本取れたら悔い改めるかと言ったら、次の週また3本取れたい。 6本。それでも悔い改めないよ、この人。目を覚まして祈りなさい。あなたの命のためだよ。目を覚まして祈りなさい。背中叩かれながらも主が言った時は、それが自分の命に関わる。神の精霊の声が、くびきのようにしんどいと思うんだけど、それが命に関わる話なんだと。何も言っても声出さない。ほっとけ。うるさい。 <笑>あんまりも悪質なんだよ。だからそれがずっとあって、今年1月1日、これはもうこれから地の果て教会に起きることです、起きてることやし、これから起きることだから、皆さんもうこれは聖書に書いてないけど、聖霊によって言いますから、ついて言ってよ。今年から祝福も早い、懲らしめも早い。 それを聖霊様からスローガンとして聞いて、ずっと言ったよ、年末から。今年は祝福も早い、
懲らしめ、差別きも早いから気をつけろって言ったんよ。そうしたら1日に新年礼拝して、まあせっかく新年だからちょっと今日は祈ったらと言ったら、またおご飯食べてよだれ流しながらカーッ寝るわけよ。もう寝る方は半端じゃない。新年だから今日だけはちょっと祈って起こしたら、また仏うるさいのプチって怖いんだよ。人懲らしめがあっても悔い改めないし、自分のために言っても反発するし、それで悲しいからもうやめとこうと思って自分の席に戻って祈ったら、聖霊様こういうんです。警告しなさい。懲らしめても、懲らしめても悟らない、懲らしめても悟らない、聖霊によって神の霊によって変わらないとは絶対変わらないんだと。アメン。神の霊によって変わらないとは変わるようがないよ。聖霊によって今牧師が起こしても、ほっとけ、うるさいのって声は出さないだけ。それで主が言ったっけ、警告しなさい彼に。これから教会混んでもいいから歩けなくなる、歩いて教会来れないように歩かさない、歩いて混んでもいいの。私が今度裁くから、今度の裁きの時は今度歩けないように、教会混んでもいいから、今度歩いて教会来れなかったら裁きだということをあんたは認めなさいと。これをずっと4回5回も聖霊様私をせかして彼に警告せ警告せ。それで1日に言ったんです。2日教会に来て元気だったよ。3日にポンポンポン3回倒れて足歩けなくなりましたよ。脳が瞬間おかしくなった。それで今主が言った通りに歩いて来れなくなった。主がせかして今すごい急いで言う時は何か今起きることだからよ。皆さん、ジェットコースターで死ぬつもり、一人死ぬつもりの人一人もいないよ。でもそれ乗った瞬間3秒で落ちたよ。なぜ？その安全バーが、シートベルトが、その首輝きが命だったんだよ。イエス様のお言葉が今ずっと同じこと聞こえてる。ずっと懲らしめても、懲らしめも聖霊の働きなのに、聖霊によって懲らしめによって変わらなかったら、本当に今度は命まで取られてしまうんだよ。私も今日きっとこのメッセージを聞く人が皆さんの中にあって、きっと皆さんこれが懲らしめも早く祝福も早い人がいるでしょう。なぜかというと、本当はこう牧師が水曜日こう集中講義、進学校集中講義の時順番で、今回私の時もう主が1ヶ月前にマタイの福音書11章の28これを言っておきなさいと。ジェットコースターの話、乗って楽しもうとしたら命のベルトを外しては楽しもうとしたんだけど、外す瞬間3秒も経たないうちに死んだのよ。神様が、聖霊様が私に和歌山行けと言った時、私を苦しめると思って行きませんと言ったら、イボがふわー増えて、だから今度行ってみたら本当に行ってよかったということがありましたよ。地の果て選挙協会の牧師が行かないといけないあったんです。私が行かないといけないところがあったんです。隣の精神病でうつ病で歩けない奥さんがいたし、上には癌に、喉頭癌にかかって死を待つ人がいたし、他の悪霊に縛られてみんな苦しんでる人がいっぱいいたよ。今度その人たちが自分の命である、命になる神の御言葉をしっかり安全バーとして、シートベルトとしてしっかり締めてますから、これから楽しみですよ。アメン。最近はね、本当に今年来て祝福も早く裁きも早くなったことよくわかります。信者たちが私を苦しめるんです。今は和歌山、神戸、名古屋、いつも信者のことで頭いっぱい。だから信者たち、聖霊様が早く個人的に働いてくれないと私がパニックになりそうです。だから聖霊様が今、祝福も早いけど、早速もう働いて悟してくださるんで、夢を通していろんなことを通して、今の聖霊の働きを見たら不思議ですよ。家主が来て、家主隣の102が来て、
2가 今度 3を 電動して 3が 2を 2階を 電動して 2階が 4階を 電動して こんなビルをね 生ビルじゃなくて こんなビル聞いたことあるのかいと 皆様これから皆さんの人生も 自分に期待してください。 どうすれば命のベルト イエス様の掟 首輝である掟をしっかり着用すれば 皆さんは祝福されます。 아멘. 考えを 直して 天国に 入れるように 主イエスの皆によって 祝福します。 아멘. まあ早く終わらないと ご飯食べれないから。 さあ一つ 名古屋今行ってますけど 昨日 素晴らしい証を聞きました。 そこには安田さんと言って 講演集会だから 現金はしてもらわないです。 一方的にうちらが 弁当配ったり 昨日は和歌山の有田みかんを配ったり 今日はありませんけど それ配ったり こういうふうに 弁当配ってこうしたんですけどね 現金を一切してもらわない。 しかしそこで うつ病、長年うつ病をもらって もうオタクみたいな顔も唇も黒い人が安田さんという人が 来てメッセージを聞くたびに 神の聖霊を受けて、聖霊によって 彼はうつ病からだいぶ解放されて明るくなって全然以前は死ぬことばっかり考えたのが死を、もたらす悪霊が遠ざかって離れていたもんやから、もうメッセージ聞くのが楽しみだということで現金を袋回さないけど彼が感謝して現金をしてくれるんです。それで今もう1年じゃないけど1年近くですかね、まあ一生懸命メッセージを聞いて新年1回 親戚のところ行っただけで1回も休みないです。雨が降っても雪が降っても風が強くても、この安田さんがメッセージ聞いて変わったんです。で白川公園の近いところに外国人がやってる牧師さんがやってる教会があって、たまたまそこに行って教会だから嬉しいから、そこの牧師に出会ったみたい。そしたら牧師がこの安田さんが言ってるイエス様の話、信仰の面とか人格の面でものすごく感動を受けて、 日本人でこんなに素晴らしい信仰を持つことができるのか、日本人でこんなに素晴らしい信仰を持ったそういうふうに持たした教会は一体どこなのかと。それであなたが通う教会どこでしょうと、その牧師が干渉を持ってうちの教会も調べてるんだと。皆さんその教会の名前は何でしょう。え、 地の宛て、ついて言って地の宛て、選挙教会、皆さん喋ってよ。人生疲れてること分かるけど、イエス様のところ来たら安らぎを得るんだよ。ついて言って、これもついて言ってっていうのも、くびきをイエスのくびき、安全、命のベルト締めることよ。それで私が主婦と私の名刺で地の宛て選挙教会だと 伝えておけって渡したんです。その人がホームページ見て、いろいろ活動を見て、これから付き合いがあればいいと思います。交わりがあればに、公園に来る人たちもそういうふうに、さあ皆さん見てよ、自分だと思いましょう。自分の子供だと思う。うつ病何十年になってタバコばっかり吸ったこの人、自殺ばっかり悪霊によって自殺ばっかり求めた探したこの人が、 イエスという命の方、メッシア、救い主に出会って、イエスの掟を着用する瞬間、うつ病が癒されたって。そしたら皆さん、30年生きていて、イエスを信じた方がいいですか、信じない方がいいですか。和歌山のそこの精神病、うつ病、体病気であちこち行くこともできないから、太ってるし、体も調子も悪いから行けない、そういう人たちが、イエスに出会う瞬間、主の聖霊によって、 命の言葉を着用する瞬間治ったから、何十年生きるのにただで自分の道に行った方がいいですか、イエスの掟を着用した方がいいですか、どっちが得なの。これから名古屋地の宛て選挙教会も建てられるし、私の望みは、まあ主に祈ってますけど京都も行きたいし、あちこち教会を地の宛て選挙教会建てていきたいと思います。どこの教会でも 主イエスが地の宛て選挙教会連合会を通してなさろうとするのは、さあついて言ってよ、主の再臨を準備する教会である。アメン。そうしたらそういう教えが一つになって、
それで主の再臨の時みんな引き上げられるように立派に真理の聖霊様はね、ヨハネの福音書4章に神は霊である、神を礼拝する者は聖霊と真理によって礼拝しなければなりませんというのは、聖霊様は真理の御言葉を通して働きますというのは、真理の言葉がない、イエスがないところは主の聖霊が働かないで、この世には聖霊と悪霊ですから、悪霊ばっかり働く。和歌山で こういうんです。ある隣の住んでるご主人が、自分の友達が今精神がパーになって精神病院入ってる。なぜかいと、石で作った像あるでしょ、地蔵さん、地蔵さんを町々に置いといて、こう赤いなんかエプロンかけて勝手に作って、歩けないからセットまでしてあげないと開かない。自分が作ってセットまでしてあげないと。そういうところに日本人は一生懸命こう拝んでるんです。罪を悪霊と交わってる。で、友達があちこち和歌山にある地蔵さんを自分の家に盗んできたよ。だから自分をよからと思う。この地蔵さん、自分を祝福するって、この地蔵さんもう5つも持って盗んできて家に置いといたよ。それで彼はこう思って、人間たちが祭るから地蔵さんを置いておければ自分は祝福されると。それで信者は今キリスト教に入って間もないから、イエス様死んで間もない、真理の御言葉は分からないから言うのが困るんです。だからね、地蔵さん神をあんなに持ってきたから罰を受けたんだよ、こういうのを言うんだよ。それではあなたは救いに至る知識を分からないから教えましょう。この世には聖霊と悪霊が働いて、聖霊は真理の御言葉、真理であるイエスと共に働くんだよ。イエスがないところには悪霊だよ。あの地蔵さんには悪霊が働くよ。だからこの地蔵さん持ってくって、この悪霊、悪霊をいっぱい持ってきた。そうじゃなくても悪霊10万なのに、この地蔵さん持ってくるとき悪霊いっぱい。この悪霊で、悪霊10万だから精神がパンになったんだよ。そう言ったら、なるほど。それで友達に今度行って、精神病院に行って、この説明をして、彼がイエスを信じるように伝えておきなさい。今度は私が行って、悪霊を追っ払って、彼も信者にしましょうと。ハレルヤ。あの精神がおかしくなって、今、こうやってる人たち。イエスという、本当に救い主、真理の神に出会ってないから、自分が良からとと思ったのが、それが死に至るようにしたんです。人間らしく生かさないんです。しかし、私たちは、一発逆転は何かというと、主イエスの掟であり、御言葉であります。真理の言葉よ。聖霊様は真理を通して働くから、真理を伝えるとき、主の聖霊が働きます。だから、地の果て宣教協会が、真理の御言葉を祈って伝えるところだから、これから日本の霊的に代表にしながら、主はたくさんの人を救うことに私は信じてるし、主の啓示でもあります。アメン。神戸も今山川、中国やけど山川に住んでるけど、主がこの前和歌山急に教会を建てろと言って、本当に広いところ、安く家賃も安く、家主も来て、そのマンション入ったら上横下からも全部横から上から横来るんです。その主が場所を示してくださって、そこに入ったら、そこが救いの場所だったんです。これから神戸も今度一番賑やかなところに行って、中心部に行って、そこに来なさい。主よ、うちらはそこに行くことで今財政的に足りないですと言ったら、主が何も言わないです。一番いいところ、そこに行きなさい。13年前に主が夢で神戸、私来る前に世界選挙センターを建てて、その時は私はシム先生から離れて、まだシム先生と一つになってない時でしたよ。地の果て選挙協会じゃなくて、その時は私は他のところに行ったりもこうしたけども、その時主が13年前ですかね、4年前に主が夢で、あの世界選挙センターを立てて、神戸でシム先生が会長さんになってメッセージをする夢を見たんです。シム先生ともう一回やり始める前よ。主がその世界選挙センター建てる場所がどこだと示して、今度そこを近く引っ越ししなさい。主よ、しかし神戸で一等地ですけど、言ったら、まあ行きなさいと。ハレルヤ。
今度神戸チュナテ選挙教会も聖霊の働きによって聖霊と共に行けば 主が行けというのが命であります。アメン。皆さんにイエスの首輝きをちゃんとイエスの御言葉を命の安全ベルトだと思って、毎回メッセージ聞くときしっかり寝ずにしっかり締めるように主イエスの皆によって祝福します。アメン。考え変えました？うん？考え変えたらおかしくなるって意味じゃないよ。うん？考え直しました。イエス様の首輝き、日曜日守りなさいよ。水曜日勉強が来なさいよ。収入があれば主に捧げなさいよ。伝道しなさいよ。人許しなさい。こういう話聞いたら、教会来たらみんな縛られるけど、そういう考えを変えるべきです。どういうふうに、そういう言葉が私の命を守る安全バーダー、安全ベルト。アメン。こういうふうに考えを直して、国な、ね、怒らないで御言葉ちゃんと自分のものにして、救われる、また救いに預かったものとしてちゃんとやることはやってから祝福されるように、主イエスの皆によって祝福します。アメン。和歌山の証、神戸の証いっぱいしたいけど、今度にしましょうよ。ハレルヤ。うん。